すいません、突然お邪魔して。いい、その T シャツは素敵な。あ、ありがとうございます。はい。だいぶ着込んでますよね。本当イベントのたんびに。はいはい。1枚しかない。1枚しかない。日高町商工会宣伝部という形で各北海道の地域に出て、このタコロッケをちょっと販売させてもらって。タコロッケ、タコロッケっていうんですよね。へー。日高町の商工会青年部で開発した。はい、あ、そうなんですか。町でやったんですか。そうです、そうです、そうです。へー。面白い。もう何年ぐらいなんですか、これ作ってから。去年、去年開発して、うん、で、あの札幌ドームの、はい、イベント、グルメイベントのなまらうまいしょグランプリっていうのに、はいはい、あのエントリーして出場したんですけども、あのグランプリに、おー、すごいですね。18出たんですけど、はいはい、グランプリに、はい、これでもタコロッケっていうことはタコが入ってるんですか。そうです。そうなんですよね。中に日高町のタコと、はい、あと日高昆布、はいはい、が刻んだのを、ね、そうか、日高昆布の日高だ。そうです。はい、なんか来る途中めっちゃあの馬の牧場ありますよね。ああ、うん、馬産地でもあるんですよね。で、はいはい、競馬場もあるんですよ。地方、あの地方の、はい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 、競馬場っていうのがあって結構馬産地の方が結構有名です。でも一言で言うと日高ってどういうところですか。日高です、ね、はい、これが売りだよっていうのはもちろんこのコロッケもしてると思いますけど、馬と自然。馬ですよね。牧場が多いのと、あと、はいはい、あの北海道で唯一の紋別競馬場がありまして、はい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 、競馬もここだけ。あ、そうなんですね。北海道結構広いから何個かありそうな。一つしかない。そうなんですよね。中央の札幌競馬場と、うんうん、函館競馬場があって、あと帯広にもあの、はい、あのバンバの方の、ああのでっかいのバニー競馬、はい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 、で地方の競馬場はもう紋別競馬場、ここの日高町にしかないんですよね、北海道で。あ、そうなんですね、はい、なんか意外だったな。ちょっとじゃあちょっと早速いただいていいですか、これ。ちょっと一回いただきます。タコロッケ北海道一位。北海道一位。いただきます。あ、もうこれ昆布が出てるんですね。本当は隠れてるんですけど。当たったか。あ、美味しい。美味しいですか、うん、ありがとうございます。もう噛んだ瞬間にタコの風味と、はい、なんかね、ちょっとたこ焼きっぽいのかと、本当にコロッケですね、うん。そうなんですよ。見た目たこ焼き風の中身コロッケっていう。いや、めっちゃ美味しい。もう酒飲みたくなりますね、これね。下味が酒飲みます。美味しい、これ。近所で居酒屋とかあったら絶対頼みますね、これ。大きさもいいですよね、これ。だから、やっぱタコっていうのを意識して、たこ焼きぐらいの大きさにしたってことですよね。そうですね。うまい、これ。コロッケというと、こう、平べったい、うん、はいはいはい、イメージなんですけど、もう見た目はこう、たこ焼きっていうような感じにしようということで。はい。はい、え、これ、ここ以外だと、どこで食べれるとかあるんですか？どっか、例えば札幌の方でどっからお店と提携してるとか。ちょっと今それをこう、これから販路を拡大していこうっていうところなんですよね。はいはい、グランプリ取って今年で、その拡大していこうっていう時にちょっとコロナになってしまって、今ちょっと停滞してるっていうところなので、はいはいはい、ちょっと今町内の中でしか食べれない状況なんですけど。へぇ、うん、コロナがなかったら、あの、紋別競馬場の、あの、グルメイベントですとか、はいはいはい、あと、地元の、あの、ししゃも祭りっていう大きな、ししゃもが食べれるようになったんですけど、向川でししゃものお寿司が美味しいってもうみんなが言ってて、はい、僕も SNS で書いたら、いや本当美味しいから行って食べた方がいいよって言って、うん、金大さん行ってきたんですよ。そしたら今年はコロナだからやってない、あ、お寿司だけやってないんで、結構新鮮じゃないとだな。そうなんですよ。で、冷凍のめっちゃ勧められたんですけど、すいません今ちょっと冷凍保存できないしってお断りして。旬の時期に来てもらえると美味しい、はい、刺身もそうですよね。シャモ、はい、ね、本シャモが少ないじゃないですか、うん、そうですね、ね、めっちゃ楽しみにして行ったら今ないんですごめんなさいって言われて、ああそうですか、いや、ぜひぜひ。本当美味しいですね、これ。 ありがとうございます。これはビールをちょっと横に置きたいぐらいな。車じゃなかったら。でも逆に車じゃなかったら来れなかった。そうですよね。
あ、 ありがとうございます。いや、本当美味しいので、ちょっとすぐあげますね。あ、はい、よろしくお願いします。